あの人の現在。栃原楽人の現在。結婚して会社経営してるとの噂も。イケメンライダー俳優の一人でもあった栃原楽人さん。2018年に父の会社を継ぐため芸能界を引退することを発表されています。そんな栃原楽人さんの気になる現在や結婚についての噂について調べてみました。結婚してる？引退以降芸能界から離れられた栃原楽人さん。イケメンということもあり噂になるのも仕方ありませんが、結婚している説が流れています。芸能界にいる時にはそういった噂が流れていなかったので、一体いつから流れているのか気になりますが、調べてみたところ結婚しているという事実はないようです。ただ現在芸能界の方ではないためわざわざ報告する必要もありませんから、結婚していたとしても発表していない可能性もあります。しかし奥様と思われるような方との目撃証言などもありませんので、おそらく独身のままではないかと思います。火のないところに煙は立たぬとも言いますので、今後そういった相手との目撃情報やもしかしたら個人的に発表される可能性もあるかもしれませんね。会社経営してる？父の会社を継ぐために引退された栃原楽人さん。栃原楽人さんが継いだ会社はビルメンテナンス会社とのことで、そちらの2代目とご自身のプロフィールにも掲示されています。調べてみたところ、株式会社 MAT というのが現在栃原楽人さんが社長をされている会社のようです。気になる年収については1500万くらいと予想されているようですが、予想通りの年収1500万円だったとしたらすごい金額ですね。さすが2代目。引退されるとなった当時、応援してくれるファンの方が多かったようですが、心配されているファンの方も多かったようです。考えてみれば11歳から芸能界にいた方ですからね。違う世界に飛び込むとなると心配してしまうのもわかる気がします。とはいえ全く知らない世界ではなく、父という強い味方がいるわけですから、そこは心配ご無用といった感じなのかもしれませんね。引退して3年という月日が流れましたが、今後も順調に会社経営を続けていってくれるのがファンからの願いですね。現在2018年以降一般人となってしまった栃原楽人さん。しかし栃原楽人さんの場合、インスタグラムやツイッターなどをされていますので、比較的近況を知ることができます。こちらが栃原楽人さんの公式アカウントですが、こまめに更新してくださるのでファンとしては嬉しい限りですね。もともと細身の体型をされていた栃原楽人さんですが、響きが終盤に差し掛かる頃からどんどん体が鍛えられていったのが思い出されますが、現在も継続して鍛えられているようです。サスケに出るために日々鍛えているそうなので、番組に登場してくださる日が楽しみですね。ちなみに栃原楽人さんのお母様も体を鍛えていらっしゃるそうで、空手からムエタイにまでハマってしまったそうです。健康的なお母様で素晴らしいですね。年齢とともに動きたくなくなる方が多いですが、見習いたいところですね。